南蛮小松ナギはマメ科の皮脂植物である。布などを藍色に染めるインディゴ染料が得られる植物の一つで木から採取できる藍としてインディゴが科学合成されるまでは主要な染料植物であった。アメリカ合衆国南部、メキシコ、南アメリカ大陸北部を含む亜熱帯、熱帯地域が原産の1メートル程度に育つ低木である。現在は 世界中の熱帯地域地域で栽培されていたことから、道端に生える人里植物、幾化植物となっている。アニルという名が本植物から化学物質アニリンを合成したことから特に知られる。アニルという語はインドのサンスクリット語で国性を意味するニリーからアラビア語を経由した際に、定冠し、アルがつき、ポルトガル等に伝播した際にアニルと呼ばれるようになった。 このほか、世界中で栽培されていることから、各地に別名を持つ。A.B. インディガファーサフリュータコザミル。ジャンプラザムインフォメーションディソーシズネットワーク。ユナイテッドステーツデパートメント・オブ・アグリ。2009年10月26日。閲覧。プラントリスト気合 A.B.I. について、J.F. リッチ・ユーバー・ダズ・アナリーン。 アインノイエスザーセツンスプロダクトデインディゴ、ブレティンスヤンティーフィック、プブルパールエル、アコダミインパーやレイデサイエンシズデセイント、ペイトイアスバー、761165、ディープリンテッドイン、アニリンゴゲンオーストラリアハットエイビーソーニアペレーラ、レイテ、アンチマイクロビアルアクティビティオブインディガファー、サフリウタコザ、エビデンス、ベースドコンプリメンタリーオルターナティブメディシン、ボリューム3、 ローニ、ジュイン2006、P261-265、アンティカンベルセントエフェクトオブインディガファーサフリュータコザ、ミル、インディケーションオブインボルブメントオブザギャバルジック、システム。アフリカンジャーナルオブファルマシアファーマコロジー、7、622から628。ありがとうございます。